これもらった。もらったの？今日病院行くから熱測るね。咳が出るから。もう薬もないし。何？なんか食べたの？ママが知らん間に。パパにおやつあげた。ポックは何食べたの？おまんじゅう。おまんじゅう食べたの？病院行くのに。だってパパにおまんじゅうあげた。パパがくれたんだ。うん。そうなの。いいよって言ってたパパ。36度8分、平熱だね。どこ行っちゃうの？ちょっとね、今日ね、順番が遅いから少しご飯の準備してから行くね。あ、病院行ってらっしゃい。どうした？何番なの今日？32番って、もう5時じゃん。3時に予約制、5時って。うん、エラーかかったね。しかも病院も6時までの病院なんだよね。本当、あと1時間か、うん、はい、じゃあ行ってらっしゃい、うん、あ、出発じゃないよ。入ってきてやん。はい、まあ、風呂どうする？うん、出発ちゃんと先に入ってて。あ、はい。結構待ち時間長いかも。だってでもしょうがないね。今日は簡単に作っちゃいました。わかめご飯と冷凍のエビフライ、味噌汁。いただいてる？牛乳。牛乳も飲んでね。そして俺はズボンがないもんね、半ズボン。半袖。ごめんね。そして暑くてさ、一種がない。待ちきれんくてラーメン食べてんだね。そう。今日忙しかったよな。ごめんね。はいはい。チェパちゃん、何これ？あげママ。じゃあ中よく片付けてね。おはよう。おはよう。昨日寝る前にちょっとくしゃみ何回もしてたけど大丈夫かな。ちょっと熱測ってみていい？36度8分だね。ロッキー作れたよ、ここで。これチーズだよ。このパンにゆで卵とチーズを挟もうかなって思ったのに、待ちきれんくてチーズかじったんだ。いいよ、入れるのに入れていい？ん？どこにチーズ入れるの？やめとこ。今ゆで卵やってるからさ、お味噌汁にも入れない方がいいよ。パンに挟もう。チーズだけだよ。卵を使わないの？せっかく茹でたのに。あとからここに置いとけばいいよ。ちょっとだけ乗せといたら、せっかく作ってあげたんだよ。OK。 お皿の上で乗せて。卵が落ちちゃう。美味しいですか？少し自分でやったもんね。美味しいよね。なんで首振るの？食べてね。パちゃん寝てるね。珍しいよね。パちゃん寝てる。もう7時20分か。おはよう。今日は3度ね。したね。まず4時半頃起きてきて、で、その後6時頃起きて、今の時間が8時5分。よく寝たね。ご飯食べてないの、チュッパちゃんだけだからね。ご飯食べよ。チュッパちゃんが食べ終わるのが早いか、ポックンが気があるの早いか、どっちかな。チュッパ靴下履いてないよ。はい、できました。だけど気にしないで食べていいからね。ただポッくんを早く着替えさせるためにやってただけだから。今何巻いてんの？肥料巻いてます。肥料？全然肥料巻いてないもんね。さ、肥料で明日雨降るでしょ。降るね。これちょうど水に馴染んでくれる。ちょっと痛みそうなやつ、これ。うん。持って帰っていいよ。これはレタスだね。人参も調子いいだな。
うん、すごい伸びてきたね、歯がね。歯にもするとこなんだよな。割れちゃってるもん。これも今から栄養を与えんだよ。そう。たくさんあげとけ。あれ？あれ？ごめん。お手伝いできるね。はい、お昼ご飯です。今日はカツか、たっぷりマヨネーズ派。よし、はい、自分で取ってくださいね。ひばちゃんのブーバイおかえり。なんだって？ひばちゃんのブー。ひばちゃんの分いる？じゃあこれひばちゃんにあげる。あげるよ。ひばちゃんいないじゃん。天国だよ。そうだよ、いいから食べなさい。はい、いただきますわ。いただきます。肉だからね、肉はしっかり食べて早く大きくなるぞ。あった、ご苦労さん。ご苦労さん、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ご苦労さん。ご苦労さん。大丈夫？マスクするか。じゃあもうそれで寝ようね。